サー・ジョージ・ビドルエアリーは、イギリスの天文学者、グリニッジ天文大大長、王立協会会長を務めた。彼が決めた、グリニッジの死後戦が1884年に、世界の本初死後戦として、ワシントン DC の本初死後戦会議で25カ国に、同意され、現在の軽度零度となっている。イングランドのノーサンバーランド州アニックで生まれる。1819年に、 ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに入学。1836年に王立協会のフェローに選出された。クリニッジ天文台長時代に同天文台の設備、機構を大幅に整備し、エアリー自身も観測機械を発明、改良した。一天文学に貢献する一方、光の解説、干渉投稿学の研究にも従事し、 円形解口を通過した光の解説によって生じる、光学現象エアリーディスクにその名を残している。アイソスタシー説の提唱者でもある。1871年にバスクンショーコンパニオンを受訓し、翌1872年にバスクンショーナイトコンパニオンに少女され、サーとなっている。会場での経度の測定に、クリニッチ時間に合わされた。 クロノメーターが世界中で使われるようになっている時代に、クリニッチ天文台長を務めたエアリーは、軽度そしてクリニッチ時間に関して二つの重要な功績を残している。エアリーの死後館が置かれた建物、本書死後線を示すラインが引かれている。一つ目は、新たに死後館を設置したことである。これは1851年から1927年まで使われ、 その間の1884年に開かれた世界守護船会議の結果、世界の本所死後線はグリニッチ死後線となったために、エアリーの守護間の上を通る守護船が本書死後線となった。二つ目は、電信を使ったグリニッチ時間の提供である。1851年、エアリーは鉄道会社、電信公社、資金提供を期待する。 海軍省と計画の交渉を開始している。この計画は実行に移され、グリニッジ問題からの信号は、イギリス国中の鉄道駅や郵便局、そしてクロノメータ製造業者に届けられるようになった。1835年、円形開口の大物レンズの解説についてを表し、波動工学的な解析から理想的な望遠鏡であってもその製造は一定の、 大きさを持った円盤状となることを示した。この円盤はエアリーディスクと呼ばれ解説像を議論する際の指標となっている。虹は光が水滴で反射屈折して生じたものであることはルネデカルトの著者の中で1637年にはすでに解明されていた。しかし、この機械工学からの解析では過剰虹と呼ばれる現象が説明できなかった。 エアリーは論文小線金棒の光強度についてで、光を波として捉えることにより、過剰日の明暗分布の様子を示す、エアリー関数を導き出してみせた。エアリー関数は、今日では単に虹を表現するだけのものでなく、シュレディンガー方程式の特定の条件での解として、扱われている。吊り橋よりも剛性が高く移動荷重となる、鉄道用に使える。 長子間協力構造として考え出された箱下橋の解析を通してエアリーは構造力学にも関与した。彼が提示した応力関数はその後聖地化され二次元男性問題の理論解析に寄与することになる。チャールズ・バベッチはエアリーより10歳年上だがエアリーの後を継いでケンブリッジ大学ルーカス教授職となる数学者で後に コンピュータの父と呼ばれることになる人物である。政府の良さも得てバベッジが進めていた計算エンジン開発のプロジェクトについて役に立たないから中止すべきだとエアリーは財務省に進言しプロジェクトを中止させている。バベッジが提唱していた鉄道芸人にもことを唱えるなどエアリーとバベッジは衝突を繰り返した。 ケンブリッジ大学の後輩にあたるジョン・クーチ・アダムズは、天皇星の不自然な軌道が未知の惑星による影響だという結論を得て、その位置を計算し、結果をエアリーとケンブリッジ天文台のチャリスに渡すが、二人とも、フランスの天文学者ルベリエによる、計算結果が世に出るまで探索を開始しなかった。そして後に、海王星と呼ばれる、この惑星の発見は、 ドイツの天文学者ガレに先を越されてしまう。エアリーは彼の取り組む姿勢に問題があったとして、その後、厳しい批判にさらされることになる。ありがとうございます。